冷凍できてんのか。解凍ささなあかんの。味噌漬け、焼肉用、タレ漬け。肉が届きましたので、夜一人焼肉したいと思うんですけど、なんか買い出し行きます。スープも作ろうと思うんで、鶏ガラとかちょっと買ったりとかしたいと思います。こちらが買った食材でございます。鶏ガラはちょっとね、安いやつがありましたんで、これを煮込みたいと思います。内臓は多分きれいにした方が、なんかえぐみとか出ないんじゃないですかね。あんまよく分かってないんだけど。お湯をかけます。先を結構入れます。もう大量にネギのなんか頭の部分ですね、それを入れて生姜これ入れます。一かけらぐらいですかね。これを入れました。これでもう引っ付けてちょっと煮込んでいきます。干し椎茸を戻しておきます。これスープに入れます。アクを取ります。俺も絶対取らなか。いやー、4時間ぐらい煮込みたいっすね。じゃあちょっとナムル作っていきます。これくらい作ろう。水気をしっかり切ります。ビガラの音肉すらんとダメ。こんな感じですね。あ、なんかうまそうな。うん、うまい。4時間ぐらい煮込みました。これをね、卵スープ作っていきます。干し椎茸を、これを入れていきたいと思います。うん、あ、うまっ。ここに卵入れればもう最強のスープです。うまそうな。じゃあちょっと解凍したこの肉を出してみたいと思います。これがタレ。これでそれました。普通のやつとこれが味噌か。でこれがタレ。あとスープの卵割ります。レモンです。レモンも絞って準備万端。
俺もちょっとこれつけなあかんか、ちょっと気にする、コンロでこれいけんのか、あ、でもなんかいい感じやな、いけるか、この音を聞いていただきたいんですけど、わかりにくいですかね、そう、この卵スープ、これいきます、これもういけんじゃねえよ、これ辛みの普通のやつちょっと塩して、そしてこれレモン、レモンで、うん、うまっ、うん、うまっ、めちゃめちゃうまいじゃん、ちょっと、うん、スープうまい、うん、これタレかな、タレいきます、あ、タレうまい、あ、これうまいな、これ味噌っすよ、味噌いきます、うまい、全然うまいわ、ちょっとハニーレタスと巻いてみます、うん、いただきます、こんな形で普段食わないですから、今回は特別にこうちょっと企画でやってみようっていうあれですけど、全然ありっすね、こういうのもね、ちょっと片付けが大変かもしれないですけど、なんかバーベキューとかでこれ持っていったらもっと多分うまいのかもしれないですね、ここのこの段階でも全然俺はうまいと思ってますけど、またみんなで食うといいんじゃないですかね、今日はこんな感じですかね、ちょっとまあもう少し食べたいと思います、ありがとうございました。